Z250 は、川崎重工業モーターサイクルエンジンカンパニーが製造販売している 248cc のオートバイである。本校では2014年に発表されたシリーズ車種の Z250SL についても記述する。Z250 は2013年2月1日に公式ウェブサイト上にて突如発表され、4月15日に発売された。 Z1000 及び Z800 シリーズの末程にあたり、世界で唯一の 250cc のストリートファイターであった。日本国外使用より先に、川崎モータースジャパンが日本で正規販売する使用を発表したのは、近年の Z シリーズでは、Z250 が初めてとなる。車体は2012年に発表された2代目忍者250。 をベースとし、ヘッドライトユニットは Z800 と同様に睨みつくような衣装となり、サイドには Z をかたどったカウルとアンダーカウルが装備されている。ハンドルがセパレートハンドルからワイドなバーハンドルに変更された。忍者250よりキャスターは一度立たされ、それによりトレイルも1 1トル短くなっている。別体式のフロントウンカーは、 ヘッドライトユニットの上部に配置されている。車両の生産は、子会社の川崎モータースエンタープライズタイランド。これにより、生産コストを抑え、販売価格は50万円を大きく割り込む46万5千円となった。その後、2013年モデルの途中からタイでの、車体組み立てを、日本の赤石工場へ移管したが、価格は従来を維持した。 2015年5月15日より日本仕様は Z250ABS として発売された。姉妹モデルである忍者250の一部モデルに搭載される ABS とアシストスリッパークラッチが共に標準装備となりタイヤが S レンジから換装されている。これらにより車体重量は 2kg 増となる。2013年仕様2014年仕様2015年 使用 Z250SL は2014年に発表された。先に発表されていた忍者 250SL のネイキッドバージョンにあたる。生産は大川崎。2016年3月15日から日本使用も正規輸入により発売され、翌2017年6月に平成28年排出ガス規制の適用を受け販売終了。 海外仕様には ABS が装備されているが、日本仕様には装備されなかった。ありがとうございます。